青き祭壇が見つかればいよいよ夜の君とご対面だ。覚悟は変わらない。あなたこそ夜の君をどうにかしようなんてもう思っていないでしょうね。頑固だな。どっちがよ。仕方ない。お互い信じることをするとしよう。アーナス、一度くらい私のカップケーキ食べてよね。祈りで台風そらせますか。善行積んだら自信なくなりますか。自然の化身である妖魔の王様が世界は終わった宣言してるんですよ。聖女なんか犠牲にしてないで他も素直にドッカーンと滅びちゃうしかないと思いますかね。まあその主張はわからなくもない。そこでご提案が。今教皇庁を辞めれば漏れなく我が研究室の助手の座をお約束します。夜の君から逃げるつもりはない。リュレイティスがそれを望まない限りはね。アーネス、どうせ世界は終わっちゃうんですよ。もう教皇庁を辞めちゃおうよ。神聖女ごと養ってあげるからさ。断る。浄化開始。カリム、一緒に行こう。Hit the same time!
ちろん。フッペンタン飛ぶ。フッペンタン飛ぶ。浄化開始。おいで、ショー、おいで。Thank you.
このどこかに青き祭壇が隠されているのか。とりあえずここら一帯の大物ジャヨを倒すとするか。Hush!
浄化開始。力を絞り出せ。
生きた。と、と、貫く。と、え、ほっ、と、と、ほっ。やれやれ、これで大体の邪妖は一掃できたな。あれが青き祭壇なのかな。リュリーティス様をお連れします。リュリーティス、その金庫は？この中にあるものが青き祭壇を特定してくれるのよ。見てて。終わりなき夜の始まりよ、とこしえの夜よ、まことの夜のもとへ導きたまえ。リュリーティス、下がって。半妖の騎士アーナス、聖女リュリーティス、よくここを見つけることができました。こここそが終わりなき目覚めぬ夜へと通じる青き祭壇。何時その命と引き換えに夜を封じる意志はありやなしや。あるいは何時その命をかけて夜と戦う意志はありやなしや。この命に変えても夜を封じるわ。何がおかしい。ごめんなさいね、ここ偽の祭壇なの。
騙したのか？ああ、騙したさ。けど、おかげで分かったろ？お互いの偽らざる気持ちってやつが。エージェントとして身分を偽り、各地をさすらってきた自分に、初めてできた親友を守りたい。汎用を理由に教皇庁に利用され、戦い続けてきた親友を自分だけは守ってあげたい。あなたたち、相思相愛じゃないの。羨ましいわ。羨ましいね。リュリーティス、今の本当なの？私を守るために君は聖女の務めを。そんなの全部嘘よ。もう私は昔の私じゃない。今の私は聖女、夜を止めることができる聖女なんだから。行かせない。君の本音を聞くまでは。あの指輪と一緒に過去とは決別したの。話して。リュリーティス、指輪と一緒に過去と決別した。やっと意味が分かった。君が私に指輪をくれたあの時の言葉の意味が。この指輪にしまわれていた写真を見てやっと分かった。君は私との思い出と決別するためにこの指輪を渡したんだね。決意が揺るがないようにするために。初代教皇の血を引く女性にとって聖女の務めは逃れられない義務。あなたが罪を感じることではないわ。それでも私は君を守るよ。私は聖女の末裔なのよ。汎用という理由だけであなたを戦いの道具として利用してきた教皇の一族の一人なのよ。そんな私を守る必要なんかないわ。しょうがないじゃない。君に感じる友情は本当のことなんだもの。どっちがだよ。夜の君を倒すよ。そんなの無理だわ。それでもやるんだよ。でもリュリュ、踊ろう。アーネス、
冷たくて温かい。こんな雨久しぶり。親愛なる我がシスターへ。人間と妖魔が関わるとろくなことにならんが、今回は幸運だったな。偽の祭壇が作用したのか、はたまた聖女の涙が月を呼んだか、ミラダは半月までその姿を戻した。教皇庁はこの奇跡を自分たちの手柄として吹聴するだろう。言いたい奴には言わせておけ。夜を止められるのは、夜の血を浴びてなお人の心を失わぬお前だけだ。くれぐれも裏切るなよ。妹思いのブラザーより。嬢ちゃんたち、いい笑顔じゃねえか。ったく、いい気なもんですね。あなたたちの血は喧嘩のせいで、こっちもずっと胃が痛かったんですよ。みんな、心配してたの？違います！別に喧嘩別れして、そのまま助手になってくれればとか思っていませんから。思ってたんだな。まあ、女の子は笑ってるのが一番だ。当ホテルの雰囲気に関わりますので、切実な問題でございました。それはごめん。ご迷惑をおかけしました。仲直りできてよろしゅうございましたね。さあ、お二人で朝食をどうぞ。夜の君は目覚めようとしてるし、ユリーティス嬢は聖女のままだし、アーナスさんは戦う覚悟なんでしょ。事態は何も変化してないのに、何ですか、あの仲良しこよしは。またドッカーンとなるんじゃないですか。そりゃなるだろうね。友達なんて喧嘩するもんさ。へえ、めんどくさいですね。